はい、皆さんこんにちは。島根そのマジックの谷口大地です。はい、今日はですね、皆さんにですね、なんとコラボグッズを紹介していきたいと思います。それはですね、こちら、じゃん。島根スタノーマジックのチームカラーであるスタノーブルーをベースに 2022-23 シーズンのユニフォームをイメージしたデザインとなっております。チームのプライマリーロゴと0から9までの番号があり、お好みの背番号で組み立てることができる仕様となっており、スタノーファミリーの皆様に楽しんでいただけるモデルとなっています。購入方法なんですが、2月の4日5日の北海道戦でですね、限定販売されるんですが、チケットを持っている方がですね、1枚のチケットにつき1つ購入できるという仕様になっております。今日はなんとですね、そのコラボ商品であるね、スタノーマジック限定カラーのガンプラをですね、なんと日本で一番最初に DT がですね、組み立てていこうと思うので、ぜひ最後まで見てってください。それでは Go! Go! マジック。はい、それでは早速ですね、作っていきたいと思います。はい、まずなんですけど、説明書を見て、見たらわかるんですけど、頭部だったりとかね、ここら辺ね、頭部だったりとか、順番がね、書いてあるんですよ。で、ここにですね、A1 とか B1 とか書いてあるじゃないですか。それはこちらの、多分皆さんこれパッと見わかんないと思うんですけど、素人の人はパッと見わかんないと思うんですけど、ここにですね、A1 だったりとか、いろいろね、ここに A2 とかいろいろ書いてあるんですよ。なのでそこの部分の番号を追えばすぐに見つかるので、あまり混乱されないように、この大きいとこを見て、まず次の小さいのを見ればすぐに見つけられるということで、まず作っていきます。これはですね、素人でも簡単に作れるということで、こういった小さいニッパーとかも必要ないっていうので、持ってない方は別に必要ないんですけど、 DT はですね、持ってるので今回使わせていただきます。持ってた方がより簡単にですね、スピーディーに作れますよっていうだけなんで、じゃあ、あとは淡々と DT が作る動画になるので、皆さん飛ばさないでね。 OKA1 の1で、本来であればこう切ってる時にパーンって飛んでったりとかして物がなくなっちゃうリスクがあるんで、 DT はいつもこれ箱があれば、箱をこう開けて2つあるので、それに片方にこの1個全部入れて、もう片方の上でこうやって切って、じゃあもう箱の中に落ちるんで取って、あまり物がなくなったりしないようにって意識してやってますね。 A1 と A2 の16、これだみたいな感じで、淡々とやっていきます。って言ってる間に、ほらもうお顔が結構早い。もう淡々とで、こういう部品はなくならないように、こうやってね、どっか別のところに置いとかんとね、集中しすぎて他の部品どっか行くとかやったらもう地獄っすよ。2番、よし、ボディが完成しました。もうこの時点でさ、あともうこの頭ここにくっつけちゃうから、こういうことでしょ。なんであと、はい、腕と手作っていきます。全然かからん。みんなの購買意欲失せるようなこと絶対言わへん。これね、説明書に両腕とか両足の時って2つ作るって書いてあるんで、まとめて2つ一点に作っちゃった方が楽っちゃ楽だけど、あまり慣れてないと、これとこれどこの部品とかってなるから、気をつけなきゃいけなくて。ただでもね、分かりやすいんですけど、今ね、僕が切ったこれあるじゃないですか。ここはこの2つがセットでっていうので、こういう枠組みに入ってるんですよ。で、次、例えばこれとまるっきり同じやつがこっちにあるんですけど、ここだとこれとこれを2つ組み合わせればいいですよっていうのが同じ枠組みに入ってるから、ある程度は混乱しないで分かりやすくできると思います。なんでガンプラをやったことないとか、子供がやりたいって言ってるけど親がちょっと分かんないですみたいな人も、
ある程度はできるし、多分これやってくれてる間子供黙るんで、静かに子供黙るって言ったかな、これやってくれてる間は子供静かになるんで、親御さんとしてもすごい助かるかもしれない。でね、お手頃なんですよね、価格も1200円。なんでお手頃なんですよね、意外に。こんだけ難しそうに見えて、高そうに見えて1200円しかしないし、かなりお得にできるイメージなので、ぜひ皆さんにやってほしいですね。これ今日家帰ったらもう一個やろうと思ってたけど、これで満足しちゃうかも今日の分。そう、自分で買ったやつまだあと2つあってやってないの、だから合計今4個目かな。だからもうハマっちゃうと俺どんどんやっちゃうの、マジ で奥さんも最近めっちゃ優しいからさ、いいよ、この前のオフ広島に買いに行くの付き合ってくれて、そう で俺はもうデートっていうので行ったんやけど、子供保育園預けて家におじいちゃんおばあちゃん置いて二人っきりでちょっと行きたいって言って、ガンダムのプラモデルちょっと最近ハマっててさ、で今度これやるからちょっと勉強があったらやろうと思ってって言って、いいよって、好きなもん買いなって言われて、優しかった優しかった。その後が怖かったけど、俺なんかせびられながらこのバッグとか言われたらどうしようと思って思ったけど、何もなく無事帰った。何で許してくれたの。いや、まあたまにはいいでしょそうって言われて、その時に4つまとめて買って、で2つ向こうでやって、よし、これでここにも、そうそう、ちょっとずつね、ほら、まだ多分これ骨組みの段階だけど、多分ここにまだもっとね、肩幅がごつくなるようなやつがついていくっていう、こうやって形になっていくとちょっと嬉しいよね。とビーマン結構ね面白かったよ。なんか最初ガンダムっぽくないみたいな感じで言われてたらしいけど、俺水星の魔女から初めてのガンダムやったから、でこのガンプラのコラボやるって知ってから、ガンダム自体はかっこいいなと思ってたけど、別にそのアムロとかその昔のストーリー見るまではあまりなくて、でも今回これでコラボするってなってちょっと見てみようと思って見出したら結構面白かった。でそれでだったら水星の魔女にプラモデル買いたいと思って見に行ったら売り切れ、どこ行ってもそうめっちゃ人気で、その次の日が販売日だったから、なんかボスキャラ的な、全然メインではないんやけど、ボスキャラ的な人のやつが新しく出る日やって、たまたま買えた、本当にラッキーやった。監視も多分これで出来上がってきたよ。よし、次足。2メートルが苦戦してる面白い絵になる。2メートルがこんなちっちゃいなって、これでいいってことかな。これ第一関節よりも内側で作業せながら、はい、よし。
よし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 、足2つで、これで次はすねの部分。パチッと音いいよね。パチッてハマってく感じ。全部が一個になってる。足 OK で次の、これで本体が完成。下のカラーね、これだけのかっけえけどな。ただ皆さん勘違いしないでくださいね。俺の手がでかいだけで、それなりに大きいです。 iPhone ぐらいの大きさはありますんで、めっちゃちっちゃってなってるかもしれない、みんな。じゃあ俺の手が大きいだけです。次、武器作ります。かっこよ。自分の所属してるチームだとなおさらかっこよ。部品余るんやねん。そう、今もふと思ったらここの部分がいいと思ってさ。そう、この横のこの部分。そう、だから足終わってるはずなのになんでないんだと思って、案の定見落としてた。大丈夫、落ちてくない。この23のこの23のこれなんや。あ、よかった。さっき忘れてたのはここに書いてある。そう、順番が合ってた。ただ23はどこや。おった、わかった。分かっても俺もおかしいけど、ね、すぐこれ、この部分はね、膝裏ですわ。膝裏。そう、ここや。この裏を隠すやつや。ほら、ハマった。それで、そう、最終確認でこうやってパーツないよね。ない。これで素組みは完成です。でもこっからよね、どう楽しむか。あとはですね、このように今回シールがついております。このシールを、まあ、ある程度手順に沿いながらですね、自分の好きな背番号を貼ったりだったりまして、皆さんにオリジナルの、ガンプラを作っていただくということでやっていきたいと思いますが、BT は当然ながら55番貼りたいな。それでは早速、シールの方を貼っていきたいと思います。とりあえずまずは手順に沿っていきますね。シールの5、これね、ちゃんと番号もですね、番号も、このようにですね、細かく振ってあるので、まあ、どこに何を貼ればいいかっていうのもこの番号通り見てもらえれば分かりやすいです。まずはここですね。これね、先が器用じゃないとできない。でもこのね、柄とかユニフォームと同じ柄やもんね。皆さん、ここからが一番重要です。はい、最後に好きな番号を入れてください。
はい、僕は当然ですね、大好きな白浜選手の背番号を入れるわけがありません。55番の自分の背番号でいきたいと思います。でも55って場所大事やから1枚になってない。できたー、完成。はい、完成しました、はい、今ね、そのマジックとのコラボガンダムですね。はい、まあ、あの僕らのユニフォーム、ね、の側面かな見たら、ここの文字がね、文字ではここの柄が入ってたりとか、でも当然ロゴが、チームのロゴが入ってたり、でまあ好きな選手の背番号にね、こうやってしたりと、なかなかかなりクオリティの高いガンダムになっておりますので、はい、ということで完成いたしました。ということでですね、2月の4日5日のですね、この2日間に、北海道戦なんですけど、限定販売されるということで、会場ででしか手に入りません。はい、それでは、今日はガンプラをですね、コラボ商品、ガンプラのコラボ商品をですね、作るという動画になりました。それでは皆さん会場でお会いしましょう。またねー。